コロナ第3波対応のために学術会議任命拒否撤回を、言いがかりだ。共産党志位委員長のツイッターにたまげた。首相よ、第3波への対応に総力を挙げるためにも、日本学術会議への任命拒否を撤回せよ。今は科学者と政治が力を合わせるときだ。両者の分断を図るような政治を改めよ。改めなければ、 コロナ対策に全力を挙げつつ、任命拒否問題を徹底追及する。菅政権を倒すまで徹底追及する。国会ですが首相を追及しても軽くいなされ迫力を欠論戦にいらだって、支持者向けに気合を入れたツイッターにと、むやみに気張っているのだろう。しかし、個人が世間に物を問う際の切度ある礼儀がうかがえない。 ただののアジテータータ暴投稿に過ぎなとがめ立てする価値もないが数点ただしておこうと思う。任命されなかったのは人文系学者ばかりで科学者はいない。科学者と政治分断を図るような政治を改めよと等が人文系学者が共産党よりの思考に傾倒してバランス感覚を欠いた言動を続けていたのだ。 国民の税金で運営されている学術会議のあり方としてどうかを冷静に分析すべきなのだ。すが政権を倒すまで任命拒否問題を徹底追及する。コロナ対策は政治駆け引きの瞳悟空なのだな。志位委員長は客観的かつ変更のない情報をもとに国民生活に資する政治活動をされたい。 マスコミ各社の世論調査でも明らかなように国民は設立の趣旨から外れた学術会議には疑問を持っている。任命拒否の件で学問の自由、発言の自由が損なわれたと思ってもいない。やじ馬感覚の国民世論も首相、閣僚。 与党議員のスキャンダルもない学術会議をすが政権の失点と決めつけて延々と論戦を続けることに賛同していない。素人でもわかる大風呂式を広げへ理屈をこくのも大概にされたい。多分共産党や左派ヤ党の皆さんはご存知だと思う。任命拒否された人文系学者に入れ知恵したためのギリハリでもあるまい。 さっさとコロナ第3波対策国会審議に集中されたい。お聞きいただき感謝申し上げます。